新井真由さんに聞きたい10の質問ということで、今回新井さんにぶつけたい10個の質問ご用意させていただきました。ありがとうございます。それぞれ5秒で答えていただいて、その後気になる答えを深掘っていきたいと思いますが、これ即興でこう答えるっていう、はい、どうですか、はい、なんか緊張しますね。なんか得意な方ですか、ちょっと苦手な方かもしれないんですけど、頑張ります。好きな飲み物は？お茶です。座右の銘は？生きてるだけで頑張ってる。休みの日は何してる？休みの日は、アニメ見ます。今一番欲しいものは？は電動自転車です。ライブ前に欠かさないルーティーンは？は背中を叩いてもらうことです。普段からファッションでこだわっているところは？は自分がテンションが上がるものです。一つだけ願いが叶うとしたら何をしたい？どこでもドアが欲しいです。秋にしたい理想のデートは？理想のデートは考えたことないです。わかりました。最近起きたちょっとした事件は？事件は、うん、ヒートテック事件。ほう。この秋挑戦したいことは？この秋挑戦したいことは、お魚のおしゃれな料理を作ること。なるほど。はい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 。まず最後の質問聞きましょうか。この秋挑戦したいお魚を使ったおしゃれな料理。はい、はい、最近になってお魚焼けるようになったんですよ。ほうほうほう。なんか今ってフライパンでも焼けるじゃないですか、うん、はい、だから簡単に調理できるし、挑戦してみたいはいるんですけど、なんかムニエルとか、なんかちょっと凝ったなんかやつとかあるじゃないですか、ああいうなんかおしゃれななんか料理もしてみたいなってちょっと思ってます。結構料理はじゃあ普段から好きなんですか？結構しますね。ご飯大好きなので、お味噌汁とか絶対にないといけないし、オムライスも作るし、いろいろ作ります。ちょっとこれ聞きたいな。お味噌汁の好きな具なんですか？はい、大根と、かいわれ大根も入れるんですよ、はい、あとお豆腐とかですかね、はい、初めて聞いた組み合わせですね。めちゃくちゃ合うんですよ。めっちゃ美味しいです。おすすめです。あ、そうですか。はい、ちなみに得意料理って言われたら？得意料理はハンバーグですかね。おお、今まで出てきてないやつです。なるほど。オムライスも得意です。ハンバーグ得意。ハンバーグ結構得意だと思いますね。いろんなパターンあるじゃないですか。どういうハンバーグなんですか？はい、ソースとか。まずソースとケチャップ混ぜたなんかやつのソースなんですけど、なんかデミグラスソースとかそのおしゃれなものはまだ作れなくて、家庭的っていうんですかね、簡単にお家で作れるようなハンバーグです。料理がね、でも得意と。はい、ほう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 。でね、答えいただいてる中で2つ目の言葉、良かったのいきましょうかね、はい、生きてるだけで頑張ってる、はい、生きてるだけで頑張ってる、これは、はい、私のプロデューサーさんが、はい、出会った時に教えてくれた言葉なんですよ。生きてるだけで頑張ってるんだよって言われた時に、なんか、あ、そんな風に考えたことなかったなって思って、自分でもすごいなんか納得して、あ、もうこれはもう自分の中ですごい人生の中で大切な一言だなって思って座右の銘になりました。なるほど。確かに普段の日常の生活の中からもね、感謝の気持ちが出てくるでしょうし、はい、そうですね、いいことも悪いことも全部に感謝できるようにね、確かになるかもしれないですね、はい、そうですね。一つだけ願いが叶うとしたら何がしたいで、どこでもドアという答えありましたね。はい、これはどっか行きたいとこがあるんですか？なんかもう世界中ツアーみたいなツアーしたいですよね。いろんなとこ開いて、あ、こういう場所があるんだとかっていう、絶対発見があるじゃないですか、もちろんその行く過程も楽しいと思うんですけど、なんか本当に手っ取り早くいろんなとこに行きたいんで、なんかもう来いって、なんかいろんな場所見たいですね。楽したがりな感じですか？楽したい。あ、そうですか。海外とかパリとか見てみたいですね。お、今なかなかね旅行行きにくいですけど、行けるようになったら、ね、一番今ここ行きたいんだってどこですか？でもパリですかね。なんで？パリはなんか昔からなんかこう景色がこうすごいなんかパステルみたいなイメージがあるんですけど、そんなことないんですかね？いや、そんなことあると思いますよ。そんなことありますか？すごい綺麗なイメージがあるので、なんか行ってみたいなって、なんかずっと昔から思ってましたね。あ、そうなんですか。はい、まだ行ったことはないんですけど。じゃあ秋にしたい理想のデート聞きましょうか。
ね、考えたことがないっていうね。考えたことない。なんかあるでしょうっていうところですよ。ありますかね。秋でしょ。だから秋の紅葉とか、はい、紅葉を見に行くとかですか。はい、四季の中でもいろいろ丸々の秋一番多いと思うんですよ。読書の秋、ね、食欲だから食べに行くでもいいですし、紅葉でもいいですし、スポーツの秋ですからどこどこに運動したいとかでもいいですしね。まあでもその中だったら食べるのがやっぱり好きなんで、まあ食べる秋じゃなくても良さそうだなこれは。なるほど。味覚狩りっていう手もありますよね。味覚狩り、はい、栗を栗拾いに行くとか、ぶどう狩りに行くとか。あ、いいですね。ぶどう狩り行きたいです。あ、本当ですか。はい、それはでも別にデートじゃなくてもいいと思うんですけど。そう言われちゃえばそうなんですけどね。あ、そうですよね。じゃあね、ちょっと事件聞きましょうか。この謎の事件もう一回じゃあ、はい、教えてもらっていいですか。起きた事件。あ、ヒートテック事件、ね、なるほど。ならないですね。わからない、わからない。どうしました、ヒートテック事件。本当に今日の話なんですよ。お、最近の今日の話で、はい、この衣装の下に黒いこの長袖っていうの着てるんですけど、はい、ライブとかやっぱ歌ったりすると暑くなるじゃないですか。こう汗かきなので汗をかいちゃうんですけど、なんか持ってきたのがヒートテックだったんですよ今日。この中に持ってきちゃったのが、だからえ、これじゃ熱くなっちゃうよねってなって、先ほどあのスタッフさんがこれを買ってくれた、買いに行ってくれたんですよ。ヒートテックじゃない普通の長袖を、黒い長袖を。そうなんです、はい、だからちょっと本当にすいませんっていう感じで。確かにちょっとした事件だ。はい、おお、なるほどね。そうなんですよ、もう熱くなっちゃうからこれじゃダメでしょうっていう風になって、申し訳なかったですね。よかったですね。そのままヒートテックでライブやったら大事件になった可能性ありますよ。かなりもう汗かいちゃうので、普通にかかないように、もうありがとうございました。いらっしゃいますの。さあどうでしょう、10の質問という企画でございましたが、楽しかったです。本当ですか。はい、楽しかったです。楽しんでいただけました。はい、楽しみました。ありがとうございます。しっかりと熱の逃げる長袖で迎えるこの後の収録ですけれども、はい、意気込み。そうですね、まあ、皆さん画面越しではありますけれども、皆さんにちゃんと伝わるように、そして楽しめるように、皆さんが楽しめますように、ライブできたらいいなと思いますので、ちょっと頑張ります。よろしくお願いします。そんな新井真嗣さんが出演されますボンバイは11月2日深夜0時53分から放送です。新井さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ボンバーE公式 YouTube チャンネルへの登録とメンバーシップへの登録よろしくお願いいたします。メンバーシップでは番組収録の様子をオンラインで観覧できる特典などを用意しています。詳しくは概要欄をご覧ください。